はにわかに信じがたいものだった。織田勢力誓いを結び共に歩んだ平穏な日々は偽りだったのか。蜀徳川連合の陣内、まずは騒乱を鎮め真意を問いただす。そう決めた蜀徳川連合の若者たちは、やはり脅威様の言う通りでした。織田軍、しかしまだ信じられません。なぜ織田軍？理由は信長殿に問わねば分かるまい。できればすでに交渉の機を逸しています。織田軍の強さは稲がよく知っています。脅威様の言う通り、気は済まぬがやむをえんか。皆、織田軍への攻撃を開始せよ。信長殿の真意を問い。何をお考えなのか。真意を問いたださねば。なぜ信長様は楽器などと手を組んだんだ。関東、今は戦いに集中して。素晴らしい武勇をお持ちですね。あなたを尊敬します。卓越した武芸、ぜひ皆に手ほどく願います。
した武芸、ぜひ今に手ほどき願います。ランの命に代えてもここで食い止めます。今だ、侵入者を包囲せよ。終着至極に存ずる。引くしかないようだな。敵将消し去った信長に弓引くなど無用。信長様、何をお考えなのです。信長に首するとは。素晴らしき戦果、共に戦えて伊田は嬉しく思います。よどめきを侮ったが最後。私たちは平和を誓った同志。僕はなぜこのような真似を。なぜですって、あなたが言い出したことではありませんか。だから私はダッキたちと戦って、その後我らの勝利。
ダッキと戦った後の記憶がない。気絶した私を。でもどうやって。脅威様、何か。すまないが何も。だがそして急ぎ戻った時には、あの脅威殿は本物のように会話していた。傀儡の術にかけられたとはか。そういえば夢うつつで尻尾らしき影を見、カンペーラの前に現れた偽の脅威であろう。尻尾らしき影とやら偽物が争いを先導していたとすると、ダッキが何か新た。信長殿、光秀殿、すまん。どんな事情があれこのようなことの後でぶしつけだが、今後は協力し。ダッキ愚問。ダッキが絡んでいると分かった以上、騒乱がこれで終わるとは思えば。これからは連携してことに当たりましょう。劉備殿、よろしくお願いした。おお、ありがたい、この恩義。これどうか気を落とす。そうか、期待して。あてが、